あいつらをどうにかしなきゃだよね。あれ、これどうしたらいいの。おお、やべ、死んだ。あ、ここに、ここにあるじゃんか。これ、これで落ちない。落ちるわけないよね。じゃあどうする、これ。え、これす。向こうまで行けなくない？あ、わかったかも。コモさん？そういうことか。よし、オッケー。で、これでいけると。あ、なんかあるよ。ほら。お、これでもう完璧でしょう。違う違う、これ。オッケー。え？また？あ、ここなら安全じゃない。何？上に上がってベルを鳴らせ。これ急がなきゃいけないやつ。大丈夫かな。うん。怒ってる。お、今度エミールだ。大砲、大砲を撃て。こっちにあるのか。おお、なんだ、車輪がなんか飛んでったけど、鍵が必要。これは何？なんか何もないから、あれか。ワンちゃんが乗った。で、チは？ん？どうした？なんかあるのかもしれない。あ、ロッカー。鍵だ。オッケー。おお、これは危ないんじゃない？これ、これ以上行っちゃうと。大丈夫だった。これなんか、あ、でもなんもないね、こっち。よし。ほんでもって、これが邪魔？違うな。これどうすんの？これ以上行かない？待って、なんか上に矢印があるね。あ、なんか、あ、そういうことか。で、このロッカーの中に入ってんのかな。あ、そういうことね。あれ、違うんだ。この持ってるやつがそうなんじゃないんだ。あれ、なんか電話かかってきた。フレディだ。大砲、ここに大砲撃ってくれ。目印は3本の木が立ってるところってこと。これでもさ、弾入れないといけないんだよね。弾を入れなきゃいけない。だけどこっちにはなさそうだから、ちょっと一回こっち行きましょうか。これか？これ何？どうしたらいいの？なんか投げないとダメだよね。あ、これか。よーし、グッボーイ。あ、ダメだ、こっちからできない。あ、やばい。結構時間かかるね、爆発するまで。ちょ、もう一回。
かワンちゃんが悲しそうに泣いてたの今。もう頼むよって、次こそはちゃんと投げてねって。よし、これでいけるでしょう。オッケー。でこれをあそこにつけて、で大砲の弾があるとこまで移動させる感じですよね。で、これを OK。 これでこれでもういちいちこれやんなきゃいけないのかな。OK、 3本の木って言ってましたよね。ん？これかな？ 3 本の木。風車？風車はどこにある？ あ、 あったあった。風車がここで、こっからこのまま右で、3本の木が真下だ。これここだ。よし、来た。Neil's precision cannon fire enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed。 喜んでる。 Neil, thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery.Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. あ、そっか、一緒に捕まったんだもんね。Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000. 1ヶ月で7万人。Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night. 10ヶ月。これだって、これは多分言ってることは本当なんですよね。実はだと思うんですよね。Mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. あそこに向かえって。ドゥオーモン、ドゥオーモン。わあ、ひどい光景ですね。ドクロマークが。どういうこと？え？これ掘れる？あ、掘れるね。そういうことね。掘ったら死んじゃうよって。いや、ここは掘れるみたいですよ。ここ行ってみましょうか。あれ、なんかガスがあるけど。あ、これタイミングを狙っていかなきゃいけないんだね。こっちは行ける。あ、こっちも行けます。シャベルがある。これ使おうよ。あ、使える。おい、危ない危ない危ない。これでもさ、掘ってさ、ここのパイプ大丈夫かな。あ、大丈夫だ。あ、そういうことか。上に向かって掘っていかないといけないのね。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。こういうことか。煙が入ってこないようにしなきゃいけないですね。お、ワンちゃん来れるんじゃない。あ、フレディが上で頑張ってますよ。こう入ったらどこ行くんだ。あれ、どこ行ったの、ワンちゃん。下に行ったのかな。
あー、こいつのせいで煙が出てんのか。よし、これで OK でしょ。こっちなんかあるか。あ、なんかあったね。おいちゃん、寂しかったんだね、ずっとワンちゃんと喋って。よし、ごめんね、ちょっと殴らしてもらいます。これちょっと待って、どうすればいいんだ。これはなんだ。あ、これが欲しいのか。あ、そういうことね。でもこれ燃やしてどうなんだろう。これも一緒に燃やすのかな。あれ、ちょっと待って、こっち上がれるね。これなんだ、なんだろうか。ほうほう、これでどうなるんだ。煙はどこ行くんだ。あ、この人のとこに行くんだ。でも、あ、わかった。これもうダメなんだよね、火が消えてるから。だから多分あのカカシがあるとあいつは燃やすんだよね。で、これついでに一緒に燃やすとかじゃないの、よくわかんないけど、とりあえずやってみましょうか。あ、そっぽいですよ。あ、そうじゃないの。これ拾える。あ、ダメだ、これごと持ってくんのか。あ、そうですね。よし、これでイエー、これでフレディ行けましたね。で、今度は、あ、ダイナマイトが必要。あそこにあるね、あるけどさ、物が邪魔だよね。じゃ、そこで待って。これ多分ワンちゃんは燃やさないでしょ。大丈夫だ。で、フレディが壊して、 OK。 で、このままだとこれは、え、ちょ、ワンちゃんワンちゃん大丈夫か。これでもこの、これに当たればいいんだよね、この火。お、逃げてった。よし、で、エミールはどうすればいいんだろう。エミールはほっといっちゃっていいのかな。あ、敵がいますね。よし、何も入ってない。なんだここは。ロッカーがある。指輪？ここはエミールじゃないとダメですね。で、上に敵がいますね。あいつが戻ったら行きましょうか。よし、
な、これ。オッケー。缶詰。なんだろう。ロッカーいっぱいありますね、ここ。何も入ってない。何も入ってない。お、しまった。あの扉を壊すのかな。これで移動ですね。しまった。あれ、ボス戦？何これ、どういう戦い方をするの。あ、ダイナマイトがある。おお、危ない。あった、ダイナマイト。あそこの扉をこれで壊すんだね。よし、行け。あ、何してんだ、バカか。燃えてない時に投げてどうするんだ。よし。で、OK。そんでもって。あ、そこにもあるね。あれ、なんか光ってる。これで多分あの中に入れるんだ、あの燃えてるやつ。あ、ちょっとワンちゃん、もう一回。あ、違う、ムキムキ。あー、惜しい。あ、ここに当てるんじゃない、この壁。ワンちゃん、早く早く。あー、行っちゃったよ、もう。よし、ちょっとワンちゃんにはそこで見せてもらって。よし、行け。あー、ダメだった。ヘルプはいらないって。あ、ワンちゃん戻って。あー、ダメだ、ダメ。下手くそすぎる私。よし、来た。おお、そういうことか。なんて言ってんだろうね。イエー、渋いな、フレディ。いいね。ロッカーがいっぱいあるけど、これは開けれないやつか。え、何の音だ今の。ここは何もないね。なんだこれは。あ、下にダイナマイトありますけど。おお、やばい。あ、ワンちゃん、ワンちゃん、それを引くとどうなるんだい。なんだ、なんか、あれ何？お、なるへそ。やばいやばい。あ、大丈夫か。ほんで、もう一回。あ、違う違う、そういうことじゃないな。これだとダメだから、
これでいけるのかな。あっていうかこの下からでもいいんだよね。あダメだそこじゃダメだ。こんな感じかな。よし NO。 いけ。よし また逃げた。しまった。まずい。捕まっちゃった？おお、博士やるじゃん。博士も無事でよかった。きっとあの子も喜ぶね。おお、ちょっと待って、これはやばいね。戦車。ちょっと待って、これどうすんの？閉めた。あれワンちゃんどこにいんの？なんか笑ってるけど。あれここで終わっちゃうんだ。なんていいとこで終わるんだ。今度エミールの番か。同じところからだね。ただエミールにしか行けないところがあったんですよね。スコップかなんかで掘るところがどこだっけか。ここだっけ。あここだ。あで上に行けるんだ。上に行くことで何かあるのかな。あれ行けないな上。なんか言ってるけど上ってどうやって行くんだ。ダメだ。あ、しまった。なんかある。設計図。叫んでる。あ、エミールって叫んでる。やばい、これ、あれ、いずれ。あ！へこんだ。いずれ壊れるってことだね。なんだこれは。分かった分かった。あれこれ転がっていかないの。あれダメかな。ちょ待って、時間がない。これ難しいよこれ。あ、わかった。あそこに当てればいいんじゃない。まずいまずいまずい。よしよしよし、そういうことね。もう。この時間が限られてるっていうのはね、焦りますね。ワンちゃんも怒ってる。よしよし。でこれを下げて、ここら辺かな。であれをこれで下に落ちないようにしとけば。あダメだ、タイミングが。これでいける。いけいけいけ。もう一丁。よし、いけ。あ、ダメだった。よし。よし。
うそろそろあなた。おお、まずい。おお、かっこいい。これはまずいんじゃないの。おお、なんか映画みたいな。なんかかっこいいぞ。Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. 失敗したのか。あ、でもエミール生きてたね。よかった。あ、これで第2章終わりかな。打ち方やめ？何そのトロフィー。Chapter 3ですね。My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better?Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. そりゃそうなるよね。収容所か。はい。まあ、という感じでね。チャプター3ですね、これで。はい。まあ、とりあえずね、今日はこの辺にしたいと思うんですけど、ね、まあ多分このお話の流れはね、実話だと思うんでね、まあこの人物はね、フィクションでも、なんかね、考えさせられますね。で、実際にね、こういうふうに、知ることもできるんでね、そこで何があったのか、どんなお話だったのかをね、この音楽がね、またいいですね。いい感じです。まあ、という感じで、今回この辺にしたいと思います。またね、よかったら次回見てください。お疲れ様でした。